クイックペイで20円相当貯まる。期限がない永久不滅ポイントを貯めるならセゾンパールで検索。著作権フリーの音楽効果音サイトはアートリスト。はい、整いました。ショールーム環境が皆さんどうもどうも、星野まりなです。どうも。みんなインスタ見てくれた？インスタグラムとね、星野さんはねインスタグラムをやってるんですけど、投稿まあね、私の出身が瀬戸内でですね、瀬戸内で写真撮った、写真を撮ったんでそれをあげたんで、もしよかったら見てください。キャス、そうね、ちょっと1週間ないぐらいかな、帰省してた、前撮りのね、成人式の前撮りのために帰省してたんですけど、今日ね夕方ぐらいに帰ってきて今になりますそうです。こんばんは。そう、ついの、こんばんは。フェルナンドさん、ろうそく10本ありがとう。そう、スミカスミカ、まあまあスミカ確かにね、スミカだね。ガワルさん10本ありがとうね。松田さんも10本ありがとう。流れ星も10個ありがとう。怒られたのかしらなんで知ってんの。そう、アリンコに怒られたというか、アリンコが帰ってるのマリナみたいな、多分ショールーム見てくれたんかな、ちょっと何見てくれて気づいたんかもしれんけど、そう、それでなんかどっね帰ってんのって言われて、え、あ、一応帰ってるんだけどみたいな帰ってるんだけど明日帰っちゃうなみたいな話をして、まあ、でもその前撮りのねためが結構重やったからみたいな話をして、でアリンコ今度なんか東京来んのみたいな話をしたんで、ちょっとね今度もしかしたら会うかもしれません。近々、まあまあ近々。人間ドック、大変なやつじゃん。こんばんは、こんばんは。おべさんも流れ星っていうか、ありがとう。そう、もう東京なんですよね。早いね。カチューシャ、そう。瀬戸内出身ってなんか響き、確かにね、なんか瀬戸内出身って聞いた瞬間、あ、なんかいい子そうあ、なんかいい子そうでもディスリーさん、鈴木10個ありがとう。10本ありがとう。だるまもありがとう。そう、あさってねお月見配信したいよね。なんかね19時までボイス、そうボイストレーニングが入ってたんですよ。そうそうそう、だからやるとしたら20時からとか20時30分とかになっちゃうかもしれないんだけど、どっちがいい、20時からがいい、そう、まあ20時30分余裕を持って20時30分が妥当ですがからまあ1時間ぐらいかな、いい感じ。ザッキーさんありがとう。鈴木3つありがとう。修造さんありがとう。鈴木十本、鈴木テンション高いやつ。ザッキーさんありがとう。団子ありがとうございます。ちょっともうちょっとこれ台高くしたいな。これでも多分上がんないよね。上がるこれもしかして上がるやつ、まさかの発見なんだが、なんかね、実家から帰る前にちょっとスタンドを買っときたいなと思って、
照明の照明付きのやつ壊れちゃったから、そうなんだけどね、あの届あの置き配に入らないみたいな入らないからまた届けますみたいな感じの張り紙があって、そう届かなかったんで、またこのね、これこのリこのリング壊れたリングでも一応つくはつくから、このリングとあのこのスタンド別々のものを使ってるんですよ。こんぐらいの明かりがいいんだけどな、できれたらどうしたらいいかな下からの明かりになっちゃう、どうしても。暗いよね。どうしようかな。むずいっすね。むずいっすね。ありがとうね、爆音さんも鈴木ピュア感こんばんは。じゃあ20時30分から19日は20時30分からうさぎちゃんあのお月見配信したいと思います。その前にお団子とかうさみ耳うさぎ耳買いたい、白いやつ買いたい。前ねなんかうさぎのなんかバニーガールじゃないけどぽいなんかうさぎかけるメイドみたいなのを着てたんですけど、それなんか黒なんですよ、うさぎの耳が。だから白いの買いたい。しこらない、こんばんは、こんばんは。張り紙100回目訪問じゃ、おおおめでとう、ありがとうね、ありがとう、 Thank you ありがとう。高くなると不安定ね、おろろろろろ、期待してます、ありがとう。お団子食べながらの配信になるかなもうそんなの通り。それまでにはちょっとスタンドが届いててほしいんだけど、紙どこいたっけ、あの紙まあいいや、また探しとこう。グミ食べる、ポイフル、ポイフル、こんばんは。しんさんありがとう、まさぴょんさんも、ゴレヒロさんも、まいほしさんも、コンコンコン。団子買っておいて、チュンチュンチュン、まいほしさんありがとう、団子。わっ、まさぴょんさん、わっ嬉しい、くまったくまった、嬉しすぎてくまった、ありがとう、ありがとう、くまちゃん、あげるこれ、はい、うまっ。なんとかな、なんとかなるさん、流れ星チョコありがとう。ん、あんこみたらし、あむずい、あ酸っぱい、これ絶対レモンだ、でももう一個レモン取った、口にポイッと。これはラズベリー、ん？ラズベリーいただきます。うん、長い星11個ありがとう、なるの、なんとかなるさん。うん。お、久しぶり、久しぶり。何してたんだい。マオさんこんばんは。うん、マオさんも久しぶり。何してたのみんな。みんな何してたの？酸っぱい、酸っぱい。ポイフルのレモンは酸っぱい。てかさ、あのさ、私さ、あっち？その実家に帰る前にさ、なんか知らんけど急に牛乳も飲みたくなって、あんま普通普段ね、そんな牛乳を毎日買っとるわけやないんやけど、牛乳買ったんよ。大きいの。あ、でも待って、10月の10日だ、賞味期限。あ、でもこれ開封前か。これ美味しい牛乳、美味しい牛乳買ったんだけどさ、これ大丈夫かな。
明日くらいまでに飲み切ればいい、大丈夫かな。みんなに確認。10月でマリーナデビュー6周年。おお、じゃあアイドル含めってこと？素晴らしいね。芸歴6年ということですか？私は一粒ずつ食べたことない。え、どういうこと？一粒じゃなかったらどうやって食べてんの？19です。でももうちょっとで20歳、あの来年の2月14日に20歳になった。それまでにあのフォロワーさん1万人目指してますのでお願いします。みんな拡散いっぱいよろしくお願いします。あゆみん子供やけん。あゆみんみんみん、仕事とシティ48以外のオタ活金がどんどん飛んでいく。なんかね、そうだよね、推し活ってやっぱお金かかるよね、何でも。本当に思うけど、そうなのだよ。まあでもそれが幸せなならば全然良いの。自分が人生って一度きりだから、人生でやっぱ自分が楽しいことをに投資したりとか、そういうなんかね、ことが一番幸せなんじゃないかと。いや思うよ。なんかさ、なんだろう、貯金ね、貯金とかさ、するまあする人もいるし、しない人もいるだろうけど、するとさ、なんかね、逆に使えなくなっちゃうの。そう、逆になんか変に減らしたくなくて、これなんか使えなくなっちゃう。使えてる方が絶対いいの。もちろんなんか将来こういうので貯めておきたいっていうのはね、あると思うから、ある程度残しておいてもいいけど、でもなんか窮屈になっちゃうのはいけないから。そう、レモン牛乳。いや、でもレモン牛乳、さっきのポイフルに牛乳入れるん？あ、牛乳にポイフル入れるん？嫌です。各自で楽しみたい。先週も牛乳の話して、本当？これ大丈夫そう？大丈夫だと思う。仕事でいろいろあったのか。よかった。またお帰りです。真央さんもお帰り。ハート6個、真央さんありがとう。キュンです。いつ開けた？いつ開けたっけな。9月の22とかかな。1週間ぐらい経った。おはよう牛乳、おはよう牛乳。星投げて、そしてハート投げた、ありがとう。嬉しい。1週間ぐらいが目安。あ、酸っぱくなければ OK。 ちょっと一回飲んでみる。ちょっと一回飲んでみるわ。コップ持ってくる。これ前も見せたコップ、かわいい。 X、そう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 。なんかプスーとか言ったんだけど今大丈夫？いや分からん。牛乳ってさ、別にいい匂いではないじゃん。分からん。大丈夫これね。一度きり。お金ないけど幸せだよ。あ、いいな。いや、いいね。いや、そうだよ、お金が全てじゃないんだよみんな。急に本当に。こんばんは。貯金額見て喜ぶタイプか、バレたか。好きなんだよね。なんかアプリで確認できるんですけど。アプリで確認できるんですけど、そう、それするの好きなんだよ。貯
チキンできる人なの。意外と意外とできるタイプ。じゃあちょっと乾杯します。みんないただきます。チアーチアーチ、なんだっけ。あ、飲める、全然飲める。牛乳がうまい、牛乳がうまいよ。みんなこりゃまだいけるね牛乳がしみるよこれ。おいしい牛乳。あ、なんか今日おいしい牛乳みたいな色合いしてない今日おいしい牛乳じゃん私おもろい。かまちゃんさん、なんかありがとう。あの、鈴木チョコありがとうね。やめた、飲んじゃった飲んじゃった飲んじゃったのりくりさん、サジョコありがとう。マジか。え、株、え、投資教えてよ、教えて投資。教えて教えてください。こんばんは、こんばんは。スランプくんさんも、サンゼリナギさんもありがとう。ケピー、家にはお金のことなんていいから自分で使い切ってって言ってある。泣けて転ぼう、泣けて転んだが、はあ、後から来んの。しんちゃんさんこんばんは。くんさんこんばんは。おいしい牛乳の CM お待ちしております。アンバサダーになりたいです。スクショタイムしよう、スクショタイム。はい、終わり。こうしても牛乳爆発で可愛くないだろ別にこれ。しさに、にさあ、腰痛いてわ。最高のじゃん、ありがとう。応援さんこんばんは、こんばんは。マリナが陽気になってうれぴ。いや家だけなんでね一人の時だけなんすよ。あの、一人というか複数人になると私あのマジでちょっとね黙る人だからみんなに一回見てもらいたいもん、私がどんなか大人数になった瞬間に。マジでね、もう私いらんわと思って、もうあーって感じの人なんで全然いいんでございます。投資と言ったら僕かな。そうなの、久々のマリナ、ありがとう。明治ブルガリアヨーグルト。メイジさんこんばんは、こんばんは。綺麗です、ありがとう。そう、成人式の写真とかはね、今あげたいのがさ、他にもまだちょっと貯めてるやつはあるんですけど、あげたい成人式の写真とかね、あ、まあ、とかじゃないわ、動画はちょっとないんですけど、写真がを土曜日ぐらいとか勤労かな、まあじゃあ休みの日とか休みの前の日にちょっとあげたいと思うので、もうしばらくお待ちください。 Twitter もインスタもね。みやちゃんさんこんばんは。かまちゃんさんとうとうありがとう。おいしい牛乳の販売員さんしたことある。いや、そうなの、したことない私負けたよ、負けちまったよ。かまちゃんさん似合う、ありがとう。仕事中だぞ、またよろしくね、よろしく。バイチラポーバイチラポー。
美味しい弓矢さん、美味しい牛乳のアンバサダーからいつしか明治の社会長へ。明治の会長ね、いいね。大丈夫かなこれ。でもさ、まあね、開封前でも開封前やと10月の1日まで持ったらしいんよね持ったらしいんよね。積み立て NISA、 あー積み立て NISA めっちゃ聞いたことある。イベントで大人数でもよく話してるのに、なんかね、何なんだろうね。でも言うてみんなさ1対1じゃない、そのイベントとかになるとね。だからいけるんですけど、なんかやっぱね複数人になるとなんか、うん、一歩引いちゃう。でもそれ良くないんだよね。そうだから本当になんかそういう大人数でも話す人、話せる人っていうのは本当にね尊敬する。あ、すごいなみたいな。だから陽キャはすごいと思いますはい、ごめん。明治のページ見ると冷凍庫の温度設定で4から7。あー、じゃあやばいねじゃあやばいな、ちょっとやばいな。自慢じゃない、遊びに来た、ありがとう宮本さん。大丈夫かな、うん、不安。じゃあもうこの一杯だけにしとくね。あと一口ぐらいしかないんだけど。あ、そう、フォロワーさん7000人行きたいですね、とりあえず。なんかでもツイッターもね動きたいんよな。何が見たいな、みんなね。お腹壊さんかったら若いうちから、それもそうした方がいいよな、投資。牛乳早めに飲んだ方が嫌だよね。お疲れ様です。お疲れ様、ありがとう。サクさん、トップティーンの王将さん、ハート10個ありがとう。安全に飲める目安、あ、じゃあまだいけるあと1日、あと1日見逃して、あと1日あれば飲めそう、これ意地でも最後まで飲みたいやつ、いける気がする。牛乳飲んだら肌白くなるとかないんかな。運動せんといけんな、本当に太ったんよ。そう、なんか実家だったら体重計があるから測ってみたんよね。そしたらもうね、あのいつもの体重より、あの1キロ2キロぐらいちょっと太っていたんですよだから結構ね、あ、トマト、あ、言うよね。でもトマト好きなんじゃけどね。そう、兄さんの生徒かかるから来年投資デビューしては。いいね、え、そうしよう、そうしよう。誰、え、投資教えて、誰かファンの人に聞いていいことか分からんけど、投資教えてくれ。俺って話ん星なんだけど、マリな、どうやったら話、なんだろう、星なんだろう、苦手話、話すの、ね、何だろう、何の日々の何でもない投稿でも続けるのがね、わかる、そうなのだよ。こんな本格的に本当嬉しい、ありがとう、ありがとうございます。なんかツイッターな、本当になんかインスタは今とりあえずそのね、いろいろとまあ動かしてはいるんだけど、ツイッターの方を多分ね、インスタの方となんかちょっと伸び方とか全然違うじゃん。それこそインスタやったらまあリールとかもあるけど、あれやけど、ツイッターってどういうのがいいんだろうね。話しべたか、うーん、俺って話しべたなんだけど、マリナどうやって話しべた克服できると思いますか。なんかもうこれに関しては私も結構ほんと話しべたではあるんだよね。なんかもう語彙力がないからの問題なんだけどそれでも多分私よりは語彙力が宮本さんにはあると思うから、語彙力があるんだったらあとはもう自信だけ、
そう、自信大事。なんかとにもかくにもやっぱね、話し始める、話しかけるとか、そういう なんだろうね、難しいな。いやでも話ベタってことは別に話しかけるのが苦手なわけじゃないか。まあなんかね、私も言えないよね、話ってどうやったら。なんか私はどっちかって言うと、もう感情で話してるから内容はあんまないんだよ、多分ないんだけど、なんかこう嬉しかったらもう、え、嬉しいみたいな、これだけでなんか話ベタ感はなくない？なんかなんだろうね、なんか伝え方は難しいけど、難しいから言葉にはできないからこそ感情にする、なんかもう、なんか不満なんやったらもうなんかなんでみたいな嬉しかったらもうね、さっき言ったら嬉しいみたいな、そういうのでいいんじゃないかな。そのなんか難しい話は苦手だから銀行員の僕が教える。おー、ちょっと待って、あ、そっか、あ、遅くなりました、ありがとう、来てくれて Thank you。 お、めっちゃハートないけど、いっくんさん、こんばんこんばん。なんか確かにお腹痛くなってきた。早い、ちょっとやめとこ、一旦牛乳入れとく。ええ、今度はマスのターンさん、もみさん、話すのが苦手でもできる限りの言葉で伝わればいいだます。本当にそう、本当にそうなんだよ。なんかね、だって難しいんだもん言葉って。なんか私いつも主語が抜けちゃうんだよね。だ、何の話をしてるかみんなには伝わらないもんそう、なかなか、気をつけようとは思うんだけど、なんかね、なんかみんなが私の話も分かるでしょみたいな前提というか、初見で聞いてもその話は分かるかなって一回飲み込むのも大事かもしれんねとは思う。いやでもこれって、この状況を知った、この前のね、前のこう話というかストーリーを分かってるか、私がいるから、まあ自分は分かるけど、でもその前のことを知らない人が今の話をとか説明を聞いた時に分かるかなみたいな考えたら、ちょっとは話し下手じゃなくなるかも。でもさ、いちいちそんなこと考えたくないじゃん話すのに、なんかいちいちこう気まずくさ、気難しくさ、なんかいやこれ落ちたなみたいな考えたら話にならんから、ね、もうだから私は考えてません、こんばんは、もーちさん、トップティーのおしょうさん、流れ星10個ありがとう、ビルさん、こんばんは、こんばんは。またさん、ありがとう、ハート、10個、あ、100個ありがとう。つぬたさん、140個ありがとう。あれかも、気持ちの問題かな。はい、そうです。ショールームをね、毎週20時から21時まで、いつも配信してます、でも示してますので、皆さん来てくださると嬉しいです。で、急遽ね配信できなくなったりとか予定が入っちゃったりした時は、X とかの方、 X ね、こっちの前は Twitter っていう名前のね、アプリで告知しますので、 X の方もインスタの方もフォローよろしくお願いします。アリナ、こんばんは、こんばんは。シンガポールのエリンさん、スマートさん、10個ありがとう。バラモフモフさん、こんばんは、こんばんは。やっと見に来れた、こんばんは、ありがとう。ゆるんさん、くまのじゅうざさん、こんばんは、こんばんは。青中注射、そう、いやなんかあんま声の変わんなと思って、ちょっと買ってみようと思って、
これは確か渋谷の109で買いました。ボスドッグさんフォローしました、ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。初見さんとかもね、皆さんたくさんコメントしてってください。もう結構私何でも拾うんで、そう、まあ、ちょっとね、でも時間差がすごくなっちゃったらちょっと飛ばしちゃう時はあるんですけど、じゃあできる限り呼ぼうと思っておりますので、よろしくお願いします。全然もう何でもいいよ、もう質問でもいいし相談でもいいし、なんかすっごいくだらんような感じの話でもいいしくだらなくないしね。それなりに、いやーそうねー、山口でも本当に開きたい。まあでもまずはね、とりあえずまあ東京に来たから東京で開いて、そうね、だからまあいろんなところでできるようになりたいね。感情のまま。シンガポールのエリンさん20個ありがとう、ハート。お、ああ海外の方か。 Do you reason?え、K-POP? やばい、K-POP しかわからん。これなんだ?みんなお願い。みんなお願い。沈黙は金。あ、なんだっけ。雄弁は銀。むず。終わっちゃった。BGM。初めは話すの苦手だから握手会避けてたけど、通ってたらなんとかな。そうだよ、そうなんだよ、意外とね、もう最初の一歩が大事、初めの一歩。うん、カチュシニアありがとう。こんばんはね、今日いいペース。K-POP を聞きますか。K-POP か。K-POP なんかたまにそう TikTok とかで K-POP が流れてきた時に、あ、聞くって感じ。そう全然日本語で返してるけど大丈夫かな。なんだろうね、 K-POP はでもそんなかな。TikTok で聞いたの。ほんと不親切だよね。私がね。うん、みんな書いて。みんな頼む、英語得意な人頼む。あの TikTok で流れたりする、お、 K-POP は聞いたりしますよみたいな、あちちちちたたたたみたいな。あ、アヒちゃんとのツーショット撮れる、マジかよ。アヒさんとのツーショットが撮れるの、気に入る洋楽あった。あーでもね、違う、みんなの、あー聞いた、あのね、あの募集したじゃん、でなんかあの聞いたは聞いたんだけど名前が覚えれんっていう。やばいよな、ほんと。英語がマジわからん。Sometime XG のマスカラ？マスカラ？マスカラ。私はヒロインメイクのマスカラ。なんか最近肌が汚いんだよね。中学ね。あ、理系なんだ。初訪問ありがとう。洋楽、あ、どんな曲調。なんかね、どういうのだろうな。なんかあんまりそこまでアップテンポじゃないのが好き。なんかちょっと滑らか、ドゥンドゥンえ、どうなんだろうね。
あのドゥン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 って感じじゃなくて、なんかドゥン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 滑らかみたいな感じ。福ちゃんさん、こんばんは。こんばんは。昔日本に働いている時ずっと握手会行ったが、もう帰国したので今会えるのが難しい。そっか、そうだよね。なんか日本やったらさ、まあ東京以外でもさ、会えるは会えるじゃん。でも国が違うと本当に大変だもんね。こんばんは、ありがとう。こんばんは、ドゥジュンさん。ドゥジュンさん、終わった。お、これかわいいね。なんかあのポケモンみたい。あ、書いてくれてんだ。すげえ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 な。目が輝いたぞ今私の。すげえな。いやでも英語、いや英語できる人ってかっこいいよな。英語できたらいいよね。こんばんは、カズさん。パグラドさん、ありがとう。レインボーの星。いや英語いいな。英語やっぱできるようになりたいよね。英語なんかただの言葉よって。もうだってそりゃだってさ、まあ、日本語がまずあれなんだもん。日本語がまずあれだからちょっときびいよ。流れ石。こないだ下関行ってきたんだけど、唐戸市場って下関早いよね。あーでも、あーどうやったっけな。唐戸市場もさ、言うてちっちゃい頃結構行きよったけど、そうなんかリップめっちゃ薄くなってきよった。リップ塗ります。あれなんですよ。 My name is パグラド。 My name is パグラド。 My name is 星のマリナ。 マリナ。まあ、最初はマイネームズからやな。壁にしてないかの確認。テキテキケーブ。うわすげえ、ありがてえな。ありがてえ。ありがてえ。ありがとうじゃなくてありがてえ。ここは結構英会話してすごっ。いやいいよな、やっぱなんかね広がるよね絶対。英会話とかそういうの、あ英語できとったら。私なんて全くできんから、ま、マジで広がらんもんな。英会話教室やって、ハローハロー、こんばんはこんばんは、ナイスとミーチューチュー。測った旅の途中に寄ったけど15時に閉まるの知らんかった。あ15時やったっけ、そんな早かったっけ。あでも確かに行く時大体早かったっけな、分かんないよ。え本当ありがとう。私、いやなんかな、私もなんかできるようになりたいな。まあでも日本語覚えとるわけやけ。 Give me chocolate。 モンゴルでロシア人やトルコ人と、すごいな。私も
英語喋りたいよ。みんなどんぐらい喋れるんやろ、ここにおるみんな。きっと私より喋れん人はおらんのやろうなと思う。みんな英語教えて、みんなよ英語教えてくれよ。全然喋れん。うわー、嘘や。おはもさん、ハート10個ありがとう。シンガポールのエリンさん、ありがとう、ハート。はじめまして、嘘や。嘘や。はじめましてやないやろ。今度どうしたらいいか。やばい。ああ、嬉しいわ。ありがとう。みんなさ、あの各数学担当の人とかさ、あの国語担当の人とかさ、あの一人一人ちょっと役割分担して教えてください。ビブメタってたダメな、懐かしい。タタ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 。チェケラチョコレート、チョコレート、ちょちょちょいいかな。でもね、ちょっとウェイト、ちょっと最近心配なんです。やあやあ。舐め腐っとる。フェルナンドさん、ハロー。海外出張行って困られるよ。すげえな、グーグル先生。あ、わかるわかる、めっちゃわかる。わかるよ。分かろうとしてるだけ偉いよ。英会話は苦手だけど、昔無線の仕事してた時はモールスで。なんかみんなさ、すごくね、なんかさまざまな人生あるよね。ほんと配信しながらもすごくない、さまざまな人生の人がさ、ここにキュッて集まってるってすごくない。いや、すごいよな。日本じゃないわ、なんかもう世界の作りがすごい。なんか本当に、いやでも思うもん。いやでももうなんかだって街の人さ、全員さ、すれ違う人たちさ、みんな頭良かったりさ、みんな何かしらの特技があってさ、何かしらの職業についててさ、あ、消えた。あ、熱くなりすぎたんかな。やべやべ、めっちゃ熱い、めっちゃ熱い。みんなどうすればいい。こんばんは、こんばんは、ミクノバさん。暑い、これどうしよう。これのライト使うか、スマホのライト。お、消えちゃった。今はしない。あー、省エネ電気。修造さん、ありがとう、ハート10個。何、でか、で、ん、出川流、出川流ね。すごー、いいなー。私も連れてって。いや、私も言葉だなー。英語のまま理解できるかな。英語のまま理解。すごっ。すごくね。いいの、いいの。ティー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 。いやでも音楽か。音楽も言うて分からんぞ私。美術ってなんか学ぶというよりはもう感性だよね。まあ学ぶことももちろんあるけどね、こういう書き方したらこういうのが書けるとかさ、あるんだろうけど。こんばんは、こんばんは。ほえ、ナイス to meet you for the、 ファーストタイム、ファーストタイム、
え、好きなことやってった方がいいよ。確かにね、本当にそれはもう期間が空くと急速に衰えます。あー、自分もロンドンに住んでたするみんな何なの、みんなどういう経歴をお持ちなの。なんか私よりみんなの方が気になるんだけど冷蔵庫で冷やす、冷やすか、マジで熱い、めっちゃ熱い、これ大丈夫そう、壊れんかなってぐらい。ふふ、ショールームの配信でさ、コードをさフーフーしてる人多分今一人だけだと思う。明日事務所行こうかな。あーでも明日事務所なんか急遽あんま行けれないな。なんか筑波に行くとボール投げれば100センチ。そう、その博士いんの。ほめさんかわいい、あ嬉しい、10個もありがとう。かわいい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 、そんなかわいいって思ってくれたんか、嬉しいな。今は日本の会社で通訳、通訳和訳、すごーすごいな、天才やな。連れてくね、アクスタね、あ連れてって、やっほー、よくない、なっかんさんありがとう、嬉しい。今の言いましたけど、ない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 、読めてた、え、合ってる、え、あ、よしよしちゃうんだ、いいよ、じゃあやっぱ夫婦しかないな。かわいい、ありがとう。ほずみさんこんばんは、えさんかわいい。フィーリングで、確かにね、いいねいいね、あ翻訳か、そうだ翻訳だ、絶対違うと思った。夏前に用意したプレゼントがまだ部屋にあります。はっ、マジか、夏前って結構前やね。翻訳こんにゃく、こんにゃくに見えなくもない、見えんか。でもやっぱさ、人間ってさ、なんか3つ穴があるとさ顔に見える、なんて言うんだっけこの現象の名前、3つか、なんか顔に見える現象、これもさ3つ穴あるじゃん、これ焦点合わない、あほらほらほら、これこういうのさなんて言うんだっけこの現象、振り回した方が やあはるかさん、フォロー、はいお願いします。 X もインスタもよろしくお願いします。フォロー本当によろしくお願いします。こっちから飛べるから、ここからピッピッて飛んでフォロー、飛んでフォロー、4ステップお願いしちゃう。あ4ステップ、なんかもしかしたら中になんかちょっとなんか押さんといけんやつがあるかもしれんけど、あのまあまあまあ絶対10ステップ以上はかかりません。うん、アボスとつぶやいてください。うん、ミシュラクラ、ミシュラ現象、ミシュラクラ、ミシュラクラ現象やって、マジ思うよな、気のせい現象いやそれはそう、それはそう、カエル化現象ならぬ顔化現象いやでもカエル化現象ってあるらしいね、なんか最近流行ってるよねカエル化現象、ちょっと前かな、なんか異性とか、まあ、うん、まあ異性か、異性のなんか言動で、あのなんか急にあれみたいな、引くに近いんだろうねああいうのって、えみたいな、ないみたいな感じらしいよ。なんかある、え、あミシュクラじゃないわ、シミュクラ、シミュラクラだ私最近ボケてんだよね、大丈夫かな。うん、リピ編、そうリピ編するんです。なんかでも本当になんかね、なんか
企画したいんだよな。でもなんか思いつかないんだよね。何の企画したら。蛙化現象ね、むずいね。蛙化か、私蛙化なんだろうな。あ、でもなんか、いや、まあこれは蛙化というのかなんか知らんけど、なんかね、街中とかたまにやってる人、ほんとたまにだよ。なんかあのさ、よくサッカー選手とかもさやるけどさ、なんかペッみたいな、街中でペッみたいなする人いるじゃん。たまによ、ほんとに稀だけど、街中でね、知り合いとかじゃないけど、なんかあっあっあってなる。そう、そうなっちゃういいよいいよ。日本語難しい。ドッペルゲンガー現象、ドッペルゲンガー現象、ドッペルゲンガーってあれだよね、なんかさ、自分とかさ、なんか複数にいるんですよ。あ、増え、ね、いるんですよ、もう一人とか。トゥルースさん、こんばんは。まだ、いや、まあ、嫌じゃない？なんか、ペッ。あと私、店員さんになんか、めちゃくちゃ態度悪いとか、なんか、なんだろう、適当な感じ？なんか、そう、無理かも。無理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 、絶対嫌だ。なんかひどい扱いっていうか、いや、お客様だからみたいな感じの考えは、まあなんかそれ分かるよ、もちろんそういう考えなのも分かるし、それでもなんかね、やっぱバイトする身とかからしたらやっぱね、なんかね、なんかまあそうなんだけどみたいな。そう、なんかね、そう。あゆみんに蛙化したことある？あゆみんに蛙化か、蛙化、カエルか、なんだろう、特にないかなカエルかないかな、これ異性じゃないのかな同性でもカエルかってあんのかな、どうなんだろう。シミ増える現象だ、シミはできんけど、本当に乾燥がすごい。私は乾燥が嫌です。リオさん、ありがとう。流れますよ、ありがとうございます。ありがとう。そう、店員さんマジでね、なんかね、あれやだな。そういう、そうそう、複数にいて は違うと多比率、複数にいては、え、うん、エルニーニョ、エルニーニョ、冗談です前もう真剣でございます、質問に対して。蛙化したことあるのかと思った。違うよ、違う違う違う、蛙化ね、蛙、蛙化、蛙化、そこで一括り。蛙化したことあるわけないやろでも一時期なんか飼ってたこともしかしたらあるかもしれない、記憶の中で、記憶の中になんかある気がする。ドッペルゲンガーは見つけると本物は私だと。怖い、やめて、怖い話しないで。こんな陽気なさ音楽今かけてるけど、配信終わった時切るんだから、やめてよ、この陽気な音楽切るんだから。ダメだ、あー、つらい、つらい。眠り浅いのきついよな。なんかやっぱさ、寝た、ね、睡眠って大事だね。睡眠ってね、本当に睡眠大事だから、しっかりと取れるような環境を揃えましょう。ラニーニャ現象な、何それ、ゲコゲコ。あ、まあまあ、そのカエルではあるけれども。あ、55分、あ、じゃあそれはうちランキング読みたいと思います。じゃあ16位から発表します。16位、 BPM さん、ありがとうございます。そして15位、マイホシさん、ありがとうございます。そして14位、シュウゾウさん、ありがとうございます。そして13位、スヌタンさん、ありがとうございます。そして12位、アッサンさん、ありがとうございます。
そして11位、トップティーの和尚さん、ありがとうございます。そして10位、スマートさん、ありがとうございます。そして9位ノアールさん、ありがとうございます。そして8位、松田さん、ありがとうございます。そして7位、なんとかなるさん、ありがとうございます。そして6位、 D3 さん、ありがとうございます。そして5位、かまちゃんさん、ありがとうございます。そして4位、フェルナンドさん、ありがとうございます。そして第3位、まさぴょんさん、ありがとうございます。ぴょんぴょん、ありがとうございますくれたのクマやけどありがとうございます。そして第2位、モーベさん、ありがとうございます。はい、そして今日のハイアル第1位はディリッティッティリディリッティッティリジャッキーさんです。ありがとうございます。パチ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 。はい、ということでありがとうございます。皆さん今日もねよいしょ、よいしょ、あれどこ行ったっけ、しあれ指今日もね、皆さん配信来てくれたりとか、コメントしてくれたりとか、ギフト投げてくださったりとか、あの見に、ね、本当にね、あのね私が宣伝したら、あの X もツイッターもフォローしてくださったりとか、ありがとうございます。あのね、今言った通り、あの私が来年のね2月14日私が20歳になるまでにフォロワー1万人目指しておりますので、インスタグラムフォローよろしくお願いします。あと TikTok もやっておりますのでよろしくお願いします。はい、次にですね、こちらアサルトリリークロス私立ルドビコ女学院というね舞台に前回出させていただいたんですが、そのね上映会&トークショーが行われます。私がですね出るあの日にちが10月の21日土曜日の18時からになっておるんですが、18時30分からになっておるんですが、あのねもうチケットが販売していて配信がありますので、あのもしよければそちらの方もチェックよろしくお願いします。チケットもねあるんですけれども、これって完売とかまであるなのかな、はいっていう感じで、あの10月の21日皆さんよろしくお願いします。あとさ、なんかみんなにさ聞きたいんだけどさ、なんかね、ファンミーティングを行いたいと思ってるんですけど、なんかどういうのがしてほしいとかあったりしますか。ちょっとチラッと聞いておきたいな最後に。こんばんは、こんばんは、ごめんね、もうちょっとで終わっちゃうんだ、21時までなの。そうなんだけど、29日にちょっとお月見配信したいなって思ってるから、書くか、それも。こんばんは。ミニゲームね、おー確かにミニゲームとかやったことない。歌声か、いいね、サイン会、ライブ、あーいいね、いいね、確かにな。10月12日、20分から21時30分オンライン。あーでも確かにね、それもいいかもね。うさぎ描きたい。どういううさぎか、まあいいか、これ考えよう。
さぎちゃんのようにリアルに今一緒にリアルなうさぎ描こうと思って。あない最後に事故りそうだ、やめとこう。猫丸オークション絶対ダメ。猫丸はオークションしません。月見むずいね。ちょっと待ってね。お月見のお月見の書いてる。何がいいかな。ススキ、ススキってどんなんだっけ。お団子でしょ。はい、リリリーン、ドゥーンということでですね、9月の光を光る、一瞬光る。ということで、あ、はい、ということですね、ドゥンということで9月の29日のですね20時30分から21時30分まで1時間、お月見配信をさせていただきます。お団子ですと、お団子と、あと私はあのうさ耳をつけたいと思いますので、あの楽しみにしといてください。はい、うん、通所ね、ビンゴね。あ、確かにいろいろあるよな。ありがとう。確かにお団子お団子、お団子準備しよってみんなお団子を持っててください。で、私が、私と一緒にお団子を食べながらゆったりとね配信を楽しんでください。うん、あ、残業が長い覗きに来てねはい、ということでですね、今日はここら辺で終わりたいと思います。ちょっと最後ね長引いちゃったんですけど、ありがとうございます、見てくれて。うん、ディズニーシー映った、映った、うん、ディズニーシーで見ます。お夢の国で見てユキー、うんね、ちょっとでもよかったら、ちょっとでもいいので来てくださいということで、また次の配信でお会いしましょう。皆さんありがとうね、来てくれて。バイバーイ、またねー。See you! じゃんけんぽい、今日はチョキでした。バイバーイ。おやすみ。あと29日、あさっての20時30分からお待ちしてます。バイバーイ。おやすみー。